ロッキーザ・ファイナルは2006年のアメリカ映画ロッキーシリーズの6作目でありロッキー5最後のドラマ以来16年ぶりとなる続編4作目ロッキー4炎の友情以来再びシルベスター・スタローンが監督、脚本、主演を務め本作がシリーズ完結編と銘打たれているなおその後スピンオフでありロッキーも登場する続編として クリードキャンプを継ぐ男が制作されている。キャッチコピーは、ネバギバ自分を諦めない。ロッキー・バルボアが、伝説のヘビー級王者として、激闘を繰り広げていた時代から長い年月が過ぎた。老朽に入ったロッキーは、現在も、名士として、ファンに愛されながら、地元フィラデルフィアで今は亡き妻エドリアンの名前を、冠した小さなイタリアンレストランを経営し、 かつての自分の活躍を語り部として、レストランの客に聞かせる生活を送っていた。エイドリアンの命日、独立した息子ロバートが墓参りに訪ねてこないことを寂しく思いながら、義兄ポーリーと共にエイドリアンとの思い出の地を巡り、フィラデルフィアで過ごした青年時代を解雇する。かつて馴染みにしていたバーを訪れたロッキーは、そこでバーテンダーとして働く、中年女性マリーが、 現役時代に説教して家に帰した不良少女であることを知り、それをきっかけにマリーやマリーの息子ステップスと交流を深めるようになる。ある日、テレビ番組の企画で現世界ヘビー級チャンピオンであるメイソン・ディクソンと現役時代のロッキーとのバーチャル試合が組まれ大きな話題となる。ディクソンは無敗の王者として圧倒的な強さでボクシング界に君臨していたが、 どの試合でも対戦相手を秒殺してしまうためにファンからの人気が非常に低く自身もそのことに苦悩していた。コンピューターが弾き出した試合の結果はロッキーの故障利評論家も大半がディクソンよりもロッキーを評価していた。しかしロッキーがたまたま目を止めた次の週の番組では別の評論家がロッキーはすでに過去の人間であり過大評価されて いるだけだと試合結果に対して痛烈な批判を浴びせていた。それを見たロッキーは自分の中にボクサーとしての情熱が蘇ってくるのを感じていた。ライセンス発行を渋る体育協会を説得し、ロッキーはプロボクサーとして復帰。しかしローカルな小試合いでの復帰戦を目指していたところへ、唐突にディクソンとのエキシビションマッチが申し込まれる。 バーチャル試合の話題性に便乗しディクソンの人気回復を狙うディクソン側のマネージャーの格索だった。振って湧いた大きな舞台に二の足を踏むロッキーだったがマリーの激励によって試合を承諾。それを知ったロバートは偉大なボクサーだった男の息子であることの苦悩を父にぶつけ、これ以上自分を苦しめるようなことをしないでくれと。 懇願するが、ロッキーは逆に困難に立ち向かうことの大切さを解き、ロバートの心を動かす。劇場公開版とディレクターズカット版ではエンディングが分岐するため、以下、別々の節とする。ポーリー、ロバート、マリーや、窮地のトレーナーデュークラの協力を得て、過酷なトレーニングを積み重ね、やがて、ラスベガスのリングで、ディクソンと対峙するロッキー。大方の予想は、 ディクソンの早いラウンドでの小勝ちだったが、ハードトレーニングの成果と不屈の精神力、ディクソンが左拳を骨折するアクシデントにより、試合は乱戦に突入する。最終第10ラウンド、ディクソンの渾身のパンチが、クリーンヒットし、ロッキーはマットにダウンする。朦朧とする意識の中でその脳裏に蘇ったのは、かつて困難に立ち向かう意志の大切さをロバートに説いた、自らの言葉だった。 ロッキーは、再び立ち上がって、ディクソンに向かっていき、そして、両者共に諦めることなく、戦い続けた末に、試合終了のゴングが鳴り響いた。試合は2から1の判定で、ディクソンが勝利したが、戦った2人は互いに実力を認め合い、観客は総立ちで、その激闘を称賛、ロッキーは判定のコールを背に、誇らしげにリングを去っていった。後日、 共に戦った亡きエイドリアンのために母産し、赤いバラの花を手向けるロッキーには、もはや過去の思い出にすがることなく、今を、そして、これからを生きていく、充実感が満ち溢れているのだった。ポーリー、ロバート、マリーや、旧知のトレーナーデュークラの協力を得て、過酷なトレーニングを積み重ね、やがて、ラスベガスのリングで、ディクソンと対峙するロッキー。大方の予想は、 ディクソンの早いラウンドでの小勝ちだったが、ハードトレーニングの成果と不屈の精神力、ディクソンが左拳を骨折するアクシデントにより、試合は乱戦に突入する。最終第10ラウンド、ロッキーの渾身のパンチが、クリーンヒットし、ディクソンはマットにダウンする。ロッキーが優勢になると、試合終了のゴングが鳴り響いた。試合は2から1の判定で、ロッキーが勝利し、 有終の美を飾った。撮影開始当初の2005年12月6日、ラスベガスマンダレーベでサインに応じるスタローン。スタローン自身はこの作品を55歳の時にやりたかったと語っていたが、その一方で年月を重ねることでさらに脚本が良くなったとも語っており、最終的には本人にとっても満足な出来となったとのこと。本作は 公開前に結末が知られてしまうことを防ぐため、4通りの脚本をもとに撮影が行われていた。シリーズを通して、ロッキーの妻エイドリアンを演じたタリア・シャイアは、本作の出演にも、意欲的だった。しかし、新つまみの出演シーンがなく、スタローンに、死ぬ場面だけでも、幽霊でもいいから出たいと食い下がるも、ガンとして聞き入れられなかった。それに怒った、シャイアは、 半年間スタローンと口を聞かなかったが、スタローンから本作のプレミアに招待され、完成した作品で、エイドリアンの死が作品において重要な役割を担っていることを理解し、自分の出演を拒否したことに初めて納得したという。ロッキー・ジュニアの役には第5作でロッキー・ジュニアを演じたスタローンの実施政治スタローンにも出演の声がかかっていたが、 スケジュールの関係で出演できなかった。これについては、作中では、ロッキーと息子の確執が描かれているため、実施に演じさせたら、誤解を招きかねないということで、あえて、政治を外したという説もある。メイソン・ディクソン役のアントニオ・ターバーは、元世界ライトヘビー級王者の肩書きを持つ現役のプロボクサーである。スタローンは役者にボクシングを教えるより、 ボクサーに演技を教えた方がリアルな映画を撮れるだろうと考え、ターバーをリクソン役に抜擢した。最後の試合シーンの前にマイク・タイソンが本人役で登場している。スパイダー・リコはシリーズには30年ぶりの登場であり、演じているのも当時と同じく、元ボクサーのペドロ・ラベル本人である。過去のシリーズでもボクシングシーンで演技に熱が入るあまりパンチが、 本当に当たってしまうことは珍しくなかった。しかし本作では、さらにリアルさを追求し、実際に殴り合う撮影方針を取ったため、スタローンは現役プロボクサーの本気のパンチを受けることになり、何度も失神しそうになったという。一方のターバーは、スタローンの映画作りに対する執念と、年齢不相応な肉体から繰り出される、パンチの威力に驚いたと語っている。 ロッキーとディクソンの試合シーンの撮影にあたっては、ブッキングなどの都合で、ふさわしい舞台が見つからず、ロケ地の獲得が難航していた。その過程でスタローンは、HBO が、バーナード・ホップキンスとジャーメイン・テイラーの試合のプロデュースを計画していることを知り、それを活用しようと提案し、HBO もそれを承諾。そして、ホップキンスとテイラーの試合直前に、 実際の会場で試合を観戦に来た観客を前に撮影が行われた。実際のボクシングの試合を見に来た大観衆の前での撮影だったため、スタローンはロッキーが登場する時、ブーイングやヤジが飛ばないかと心配していたが、いざ撮影が始まり、ロッキーが入場したところ、観客はスタッフが指示も打ち合わせもしていないにもかかわらず、大歓声で迎え、 ロッキーコールまで巻き起こった。後にスタッフが語ったところによると、このすぐ後にプロのマッチがあったけど、ロッキーの歓声が何万倍も大きかったよという。第1作から30年、前作からもすでに16年が経っていたため、本作は当初イベント的な意味合いで制作されているものと受け止められていた。しかし実際に公開されたところ、批評家からもその内容を絶賛され、 今年最大のサプライズとの声も聞かれた。現代はロッキーバルボアとロッキーのフルネームがそのまま使われているが、日本では完結編ということもあり、公開にあたってタイトルがロッキー・ザ・ファイナルに変更された。セル DVD の特別編にはいくつかの特典映像が収録されているが、劇場公開時とは違うバージョンのエンディングも特別収録されている。 ありがとうございます。